S-3?S-3 は、アメリカの航空機メーカーロッキード社、現、ロッキード・マーティン社が開発した、艦上対戦勝会期である。愛称は、バイキング、バイキング。1960年代後半、アメリカ海軍は、VSX、磁気固定翼対戦機として、S-2 トラッカーの後継機となるべき機体の、開発計画を国内航空メーカー各社に提示した。 1969年にロッキード社が製造契約を獲得したが艦上機の経験が浅く、開発 U クルセーダー艦上戦闘機や A-7 コルセア2艦上攻撃機など、第二次世界大戦前から艦上機の経験が深いボート社、TV 社を10契約者として開発が行われた。主契約者のロッキード社は、兵器システムとしての本機の開発、生産の主体として、 航空電子システムの統合や最終組み立てなどを行い、航空機としてのそれは、ボート社に委ねている。試作機は1972年1月21日に、初飛行し、S-3A の名称で量産が開始された。派生型として、対戦装備を下ろして、電子装備を増設した、資銀と、信号情報収集機型の ES-3A、A 対戦装備と、 電子機器を撤去して、上院区画広方に6名分の座席を増設できる、貨物区画を設けた上輸送機型の US-3A がある。また、16機の S-3A が電子線に対応するために ES-3 に改装された。ES-3 は2009年までに全機体駅している。ほぼ四角断面の機体に大きな淡水直尾翼と、 高翼配置の主翼を持つ。主翼前縁は浅い15度の後退角を持つが、後縁には角度が付けられていない。主翼の翼端部にはイザム装置が装備されている。主機である TF-34GE-400 ターボファンエンジンは主翼下にポット式に装備しており、機体後部には対戦用電子機器が消費する電力を賄いために補助動力源。 APU として、ラムエアタービンを搭載している。垂直尾翼の根元前方にはこのタービンのための、ラムエアスクープが開口されている。航空母艦に搭載する、艦上機という性格上、主翼や垂直尾翼は大きく折りたたむことができ、主翼は髪型に、垂直尾翼は側方に折り曲げるようになっている。マット次期異常探知センサーのセンサーブームは、胴体内引き込み式になっており、 使用時には、ビブから機外に転身して使用する。また、機首左下面には、フリア、赤外線前方監視装置を、機体内引っ込め式に装備している。胴体内の兵倉庫に、魚雷や爆雷を搭載できるほか、よくかのエンジン外側のパイロンにも空対艦ミサイルや、地、対戦用の各種爆弾を搭載でき、増加燃料タンクのほかに、バディシステムと呼ばれる。 空中給油装置を搭載しての空中給油能力を持つ。S-3 自身は、機体上部前端キャノピーの中央部に収納式の空中受油ブームを装備している。乗員は4名であり、主操重視、副操重視兼センサー員、CO、パイロット、コタク、戦術航空士、タク、音響センサー員、戦ソとなっている。座席配置は、 並列座席の2列配置である。座席はすべて射出座席となっている。後部座席は機内にあるが、頭上の機体上部外反を破産して、座席ごと居出される。乗員区画の後方は、電子機器室になっており、乗員区画から中央の通路を通じて機内から機器のメンテナンスが可能である。機内の乗員区画は、油圧されており、高高度でも乗員は個別に、 酸素マスクを着用せずに活動できる。油圧状態を保つため、および電子機器が発生させる大量の熱を冷却するために ECS、缶コントロールシステムと呼ばれる装置が備えられており、S-3 では全人機の S-2 で不十分とされた居住性を大幅に向上させることに成功している。S-3 には掃除機の吸い出し用のような独特のエンジン音からの あだ名が付けられていた。S-3A は1974年から部隊配備が開始され、1975年以降 S-2 トラッカーを装備する部隊に後継として配備が行われた。部隊配備は1978年8月に完了している。1981年からは電子機器と並走運用システム及び対戦機材を改良する。 計装システム改良計画が行われ、既存の S-3A はすべてこの改良を行った S-3B へと改造されている。冷戦が集結すると、ソビエト連邦の原子力潜水艦を探し出し、攻撃する任務を主目的に作られた本機は、対戦勝回機としては任務を陸上機の P-3 に譲ることになり、 航空母艦搭載の艦上機としては、対戦紹介任務ではなく艦載機への空中給油任務と副次的な汎用攻撃任務についていたが、海 A-18E、海戦闘攻撃機の配備が進み、S-3 は、逐次退役することとなった。なお、S-3 は1991年の湾岸戦争において、初の実戦を経験しているが、その任務は、 通常爆弾を用いた陸上陣地に対する爆撃と対艦ミサイルによる艦艇攻撃、そしてイザム能力を利用した資銀と活動。この時 ES-3A はまだ実戦配備されていなかったであり、実戦において対戦水艦攻撃を行った例はない。2003年5月1日、カリフォルニア州サンディエゴ沖の太平洋に浮かぶ原子力空母。 エイブラハム・リンカーンをジョージ・ W ・ブッシュ大統領が訪問する際に上機として第35大戦飛行隊の S-3 が使用され、この機はアメリカ海軍史上初めて大統領座上機に付与されるネイビーワンのコールサインで呼ばれたアメリカ海軍航空隊機とな。S-3 は2016年1月11日にアメリカ海軍から完全に退役したが、 アメリカ航空宇宙局 NASA では海軍の退役機を取得し各種試験機として運用している。関西大戦機という特殊な機体であり P-3 やアトランティックといった地上対戦小海機が出現していたことから海外への輸出は実現せず下記も参照。運用はアメリカ海軍に止まった。ただし カナダの CP-140 オーロラは P-3 系統の機体であるが、対戦システムは S-3 と同じものを導入している。日本の海上自衛隊は、第4次防衛力整備計画、4次防において、近距離、旋回面での対戦紹介を行う、沿岸対戦紹介機として S-2、青高の後継として S-3 の導入を計画し、 調査のため幹部が密かに訪米するなどしたが、オイルショックによる四字棒自体の規模縮小によって、導入計画は見送られた。軍事評論家の田岡俊二は、この計画について、会時には、Z 機保有願望があり、S-3 を導入して、米海軍の空母で、離着艦訓練する計画まで立てていて、私も相談された。いずれは、 自前の空母で運用する気だったのではないかと思う。と、岡田春夫との対談で述べている。その後、海上自衛隊の対戦紹介機整備計画は P-3C の100機導入により長時間の紹介が可能な、大型機に一本化する方針に転換したため、S-3 の導入計画が復活することは、なかった。韓国海軍は P-3C を16機、および、 リンクス対戦ヘリを保有しているが、2010年の天安沈没事件を教訓に、北朝鮮の潜水艦対策を強化するため、両者を保管する、単、中距離用の哨戒機として用していた S-2 トラッカーの後継として S-3 の購入を希望していた。アメリカ海軍を退役して、モスボールされている機体を回収の上、20機、 購入する予定だったが、価格交渉が難航し、導入数を10人減らすなどしたが、最終的に折り合わず交渉が中断した。その後、P-3C が老朽化したため、後継機として6機の P-8A を、対外優勝軍事援助 FMS で導入することを決定した。ロッキード・マーティンは、アメリカ海軍の C-2 グレイハウンドを代替する。 次期空母関西輸送機計画に S-3 を回収して、関西輸送機化した C-3 を提案していた。この計画は、過去に存在した関西輸送機型の US-3A とは異なり、胴体を新規に設計されたものと交換することで、4.5トンの貨物あるいは兵員28名を輸送可能な関西輸送機に回収する計画だった。 ロッキード・マーティンは、デビスモンサン空軍基地で、モスボールされている91機のうち、87機が、再生可能で、平均で9000時間の残存飛行時間があるとしており、C、C-3 は、次期主力艦上戦闘機である回 -35、C が搭載する、プラットホイット2回135をそのまま、搭載でき、S、S-2 の退役後、 関西給油機の任務を担っている会 A-18 を開放することが可能あるとアピールしていた。このほか、ノースロップグラマンが E2D の技術を取り入れた CE-2 のアップデートをベルヘリコプター及びボーイングがメガボルト -22B オスプレイの関西輸送機仕様を提案していたが、アメリカ海軍及び海兵隊は2015年1月5日に メガボルト -22 の関西輸送機仕様を CMV-22B として導入する契約を結んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。